ビッグオブラジこんにちは。こんにちは。なんかすっごい久しぶりだね。だね。クリスマスだよ。うん、どうしよう。クリスマスと言ったらなーに？クリスマスツリー？違うよ。チキン？違うよ。ケーキ？違うよ。プレゼントだね。ということで、レグたちもプレゼントなんですよ。レグってどういう感じだったよね。じゃあ、この日のために用意したレグちゃんへのプレゼント。僕のプレゼント？なんか注意の好きなの。レグ？そんな失礼なこと言いながらも、レグちゃんもしっかり用意してるんでしょ。はい。実は用意してあります。それじゃあ、こうなんじゃ。ここでは。ヘイダさん。あ、やっぱり、ヘイダなんだ。そんなとこにいたんだ。ヘイダを、プレゼントを持ってきました。マジで？ヘイダも、注意がいいね。二人で交換するつもりだったんだけど、せっかくだし、三人で交換しよう。綺麗だと思います。それじゃあ、こうやって、色を同じにして、カリバルバランス。はい、ドロー。好きな方を選んでね。じゃあ、僕はこれ。レルはこれにします。レルはもちろん、これだね。それじゃあ、まずは、リーダーから、カリオー。どうしようです。何かと言っているのか、謎です。絵の監視レベルは、お高い20点です。おや、これは、何かの行動なんですか？あ、それ、僕が用意したやつです。レイ君がシューティングゲームを練習するのに、アーケコンがあればいいかなって思って。ゼロちゃん、優しすぎだよ。けど、絵は、空手がバズラーなので使わせる。使わせる。次は、ゼロちゃん、カイム。わぁ、何が言ってるんだろう。なんか、香ばしい気が。なに、これ。絵のプレゼントです。これは、そう、なに、ポップコーンだったものです。以前、レイ君からいただいたものです。たくさん食べさせてくれました。ああ、60年記念の時に、レイ君が食べきれなかったものを、ヘイダーに流し込んでたやつか。ヘイは、初めてのプレゼントに感激しました。そして、その感激を、レイ君たちにも、お返ししなくても、ヘイは、そう考えました。そのまま帰ってくるのは、予想外だったね。ヘイダーは、ありがとね。これは、僕が注意しておくね。ゼロちゃんが喜んでくれて、ヘイは嬉しいです。さーて、それじゃあ、待ちに待った、レールの方だね。あれ？けど、これって、なーにが入ってるかな？これは、めっちゃ可愛いレールミーモーだ。これは、レールが用意したものなんだ。ゼロちゃんってば、レールのこと、大好きだからね。だから、その、そういうこと。それじゃあ、ハッピーホリデー。クリスマスって、こんな感じなの？多分、違うと思う。でも、そう思います。